俺の財宝か。ロジャーの最後の姿。欲しけりゃくれてやる。集めた宝はどこに隠したんだ。受け継がれゆく意志。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝。時代のうねり、人の意味。あの一つなぎの大秘宝。さあとっとと済ましちまおうぜ。やっぱりグランドラインの中か。おい海賊王。済ませ、この世のすべてをそこに置いてきた。ワンピースをよう。んね、俺はロジャー。俺たちの船出にはぴったりの船じゃねえか。すべてが必然であるかのように、縁はやおら形をなしている。俺は死なねえぜ。ホントロジャー、海賊はこうでなくちゃ。我よ、ここにいたり、この分を最果てへと導く海賊ゴルディ・ロジャー。ロディ、ロジャー、何ですって。なぜかこの文字が使える。あいつは万物の声を聞くって。君の力で意志を読み解いたか。シカゴロ政府の奴らが俺を何と呼んでるか知ってるか。ゴールドロジャー。なんだ、それがおめえの本当の名前か。違う違う、俺はゴールディーロジャーだ。厄介なのはいつも D。 兄さん、ゴールディーロジャー知ってるかい。 D、 ゴールドロジャーのことです。みんなそう呼ぶのかい。俺の右腕になれ、ロジャー。支配に興味がねえんだよ、シキ。足りてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろ。どんな圧力をかけてこようとも気にし、お前の申し出は断る。海賊大艦隊の大役人として知られる禁止の指揮と、後の海賊王ゴールドロジャーが激突。絶対絶命と思われたロジャーの船は突如大きく荒れ狂う天候に救われ、結果四季の大艦隊の半分を海に沈め、さらに四季に襲いかかった船の事故により辛くも痛み分けとなり戦場を突破した。